ペイント。はい、メッチチャンネルです。メッチシュプリームのペイントのロンティーを見ていきたいと思います。めちゃくちゃ楽しみ。その前にチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。はい、ペイントの方を見ていく前に、まずステッカーとノベルティ問題。どうなってんねん。ちょっと、ザクッと見るで。腕、ドン、ドン、ドン。ないな。ストロングないな。やっぱないか。これ、ボックス2枚な。うん、入ってて、マラドーナ。マラドーナの、まあ嬉しいけどな。マラドーナのステッカー入ってる。後ろこんなんな。こんなんな。うん。まあこちらやな。こちらが重要。こちらな。こちらが重要な、こちらを、ペイント。ね。ロンティ、見ていきたいと思います。はい、見ていきますね。見ていきますね。いや、これな、第一印象。なんか、思ったより、もっと濃いかと思った、色味が。色味が、俺の勝手なあれやったけどな。こんな感じやねんな。あ、こんな感じやったか。こんな感じやったか。で、サラッとした生地。すごいサラサラっとしてる。で、腕こんなんな。すごないこれ、総柄やな。ほら。これ派手すぎへんかこれ。どうなるんかな、自分がどうなるかわからん。自分がこれ着てどうなるか、想像つかんなってきた。裏。はい、裏もこんな感じだ。裏こんな感じ。これな、パッと見にシュプリームってわからんよな。あ、もう知ってる人はわかるかも。さらしわかるけど、よう見たらわかるやん、こう。シュプリームなってるもんな。なってるやんな、これ。これ、パッと見わからんよな、これ。わかるか？知らん人が見たらわからんやんな、これ。派手な服着てる人やなーって感じやろな、これ。いや、これな、着てみたい、早く。どうなんやろ、これ、ドーンと。総柄最高やな。最高やな。かっけえな。で、サラサラっとした生地感ってすごくいい。で、こちら、どうなってんのよ。はい。メイドインは、中国ですね。チャイナですね。チャイナになっておりまして、そして、シェル 60% の、綿です。40%、ポリエステル装飾部分を除くと、シェル 60% 綿、40% ポリエステル、装飾部分を除くとなっております。これやっぱな、ロンティーってなかなかな、買う機会ないのよ。ティーばっか買うのよな。しかも、この赤タグな。赤タグ。これもテンション上がるしな。テンション上がるし。いや、これはね、早く着てみたい。意外とどうなんやろ。似合うんかな。うちの母ちゃんとかこんな着そうやねんけど、俺着たらどうなるんかな、もう。それがちょっとドキドキしてる。これ楽しみです、本当に。これ、ぐしゃっとなっちゃった。楽しみです。着丈ですね。着丈の方が、約69。約69となっております。身幅ですね。身幅の方が約52。約52となっております。袖丈ですね。袖丈の方が約60。約60となっております。肩幅ですね。肩幅の方が約47。約47となっております。はい、メチです。はい、メチです。身長164センチの48キロです。どう？めっちゃかっけない？めっちゃ良くない？これ。めっちゃ良くない？これ。超絶気に入ってんねんけど、俺。えぐ、
えぐ。これ多分、おかんに怒られるかもわかんけど、派手すぎてな。チンドン屋って言われるかもわかんけど、俺超絶気に入ってんねんけど、俺。いや、今季1位やで。今季1位やで。どう考えても。えぐ。えぐ、見てこれ。わかる？えぐ。すっごい気に入ってる。俺な、これ着てな。めっちゃテンション上がったもん。そういうのない？自分の好きなもん着たらテンション上がれへん。俺あんのよ。上がんねんけど、これ。いや、これでコンパ行って、絶対一番可愛い子を落とせる自信出てきたもん。えぐ。かっこいい。超絶渋い。おー。で、まあ、今日の、まあ、服も渋さへんか。で、これパンツが、タイトブースと、あれ、グーピー。タイトブースとグーピーと、こっち、コンバス？コンバースな。コンバースもええやろ、これ。ええやろ。ええやろ。ええやろ。いや、めっちゃかっけえよ、これ。ごめん、これな、自分で自分を、こう、わ、すげえかっこいい人おるって思ったもん。めっちゃかっこいい人やんと思うもん。めっちゃかっけえわ。これめっちゃ気に入ってる。これ絶対おすすめやわ、これ。今季1位やで、俺の。それぐらいテンション上がっているレッチでございます。ええやろ？ほら。もう一回見しとこう。何回も見せよ。ほら。ほら。脇んとこあるで、ほら。ええやろ？超絶気に入ってます！な感じで、な感じで。ペイントのロンティー見ていきました。どうですかこれ。どうですかこれ。ここもいいよな。この、ここの部分。ここの部分良くない？ここ。ここもすっげえいいなぁ思ってな、ほら。これなんやねん。良くないこれ。いやな、めっちゃ気に入ってるこれ。良くないこれ。俺もう今季ナンバーワンやわ。今のところな。ほんまめっちゃいい。これな、来てな、しっくり来た。いや、最初見たときな、ちょっとな、ビビった。いや、これ大丈夫かな思ったもん。思ったより派手やな。びっくりした、ほんま。で、色味が、あれって思って、もっとガーンって色かな思ったけど、そんなこと、まあ、こんな感じやったな。多分こんな感じやったな、なんか。俺もっとな、もう、テッカテカって思ったけどな。あ、そんなことなかった。あれって思ったんやけど、やっぱ着たらしっくりきた。しかもな、肌触りすごくいいね。めっちゃいいね。これ超おすすめやで、これ。いや、これはな、着てほしい。うん、みんなに着てほしいと思うぐらい、しっくり着てるし、そんなパッと見分からへんもんな、シュプリームってな。見てる人は見たら分かるけどな。それもいいし、派手すぎるし、なんかサイケデリックって感じせん。イメージが。なんかそれも気に入った。なんかな、ええよな、これ。ええよなと思って、なんとも言われへんわ。それぐらいちょっと、テンションが爆上がりしたわ。した、これ。これはいいよ。これ超おすすめ。やっぱ総柄ってええよな。これは、ようできてるなぁと思う。これはもう、着倒すわ、これはな。これイコール俺ってぐらい着倒したいぐらい。肌触りいいし、着やすそうやしな。まあ、派手なんが苦手な人は、ちょっと、ん？ってなる人もいるかもわからんけど、そんなことないと思うよ、これ。いや、これはな、ちょっと胸が熱くなった、メッチでございました。刺繍パンツ以来かな。刺繍パンツもな、見た、刺繍パンツあんねんけど、最初、シュプリームで買ったんやけど、んってなったんやけど、やっぱ履いたらしっくりくんねんな、これ。それぐらいの、なんかな、衝撃があった。勝利があった。これはぜひぜひおすすめのロンティのペイントでした。めっちゃんでした。はい、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。めちゃくちゃテンション上がるこれ。かっこいい、もう自分で何回もやっちゃうこれ。かっこいいと思った。めっちゃんでした。すぐ最後までご視聴いただきありがとうございます。ツイッター、インスタグラムもやっているので、ぜひ、ぜひ、フォローの方、よろしくお願いします。メッチ、頑張りますので、よろしくお願いします。メッチ。